JR 九州高速船が運航するクイーンビートルを巡っては船首部分への浸水を確認しながら国に報告せず警報センサーが作動しないように位置をずらすなどして3か月以上にわたって運航を続けていたことが先月明らかになりましたこの問題について親会社の JR 九州は今日事実関係を解明するため弁護士など外部の専門家3人で作る第三者委員会を設置しました JR 九州は第三者委員会の調査に全面的に協力し現在実施されている国の監査にも誠実かつ的確に適切に対応していきますとコメントしていますこの問題を受けてクイーンビートルは先月13日から運休していますが運行再開のめどは立っていません